だいたい35キロ今40キロぐらい背負ってるんですかね。僕はビデオなんですけどいいですか。はい。天界みたいな空の色してる。着きました。キャンプ2。夜の8時40分。で、キャンプ2で何？渋滞中、エベレストがこれじゃなくてよかった。すげえ綺麗。やばい。やばい綺麗さ。この綺麗さ、多分これならビデオでも伝わるんじゃないか。あれですか？あれ、デナリパス。わお。ついに登頂日。絶好。おーい、ナイスデイですね。あとちょっとで頂上です。これすげえな。これ最高の天気の中登頂です。でなり最高の天気登頂ということで、これからやりましょう。だわだわ。ナイス。よし。疲れた。すげえ雲だな。なんだあの雲。いやでもよかった。本当に運が良かった。宇宙行くぞ。宇宙。宇宙行くぞ。よっしゃ。もう行くぞ、これから。本気で。キャンプ4が見えました。14時間ぐらいかな。これを。掛け替えがあるから。すごい。なかなか時間が渋滞してます。1時19分、11時に多分出たからお昼の14時間かな、14時間15分くらいの行程でした。着いた、はあ、みんな登頂じゃないかな。これ今日登った全チーム。さて今日これから下ります。暑い、めっちゃ暑い。すげえ綺麗な景色。ああすげえ綺麗。めっちゃ綺麗な。昨日アタックで山頂登頂成功。そして今日は24時間でベースキャンプまで降ります。デナリの楽しみの一つ。うわ地球を感じる。すっごいなこれ本当に。いや好き。地球。地球じゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はキャンプ2までかな、ベースキャンプまでっていうことだったんですけど行けなくて。ベーパスがぽっくり開いてる。道に上がったところにぽっくり開いてます。クレパスが開きまくってます。全部ずっと結構遠い。これからクレパスが開きまくりだよ。クレパスが開きまくり。
すごいすごい。この小学生バス。あの棒を入れて、実はここも今真ん前もちょっと雪がかぶってるだけ。クレバスの上にキカーティスが踏み抜いたところがここです。今度はここでクリスが落ちてます。やばい、太陽が出てきた。太陽が出てくるともっと雪がシャリシャリになっちゃう。来た時はこんな感じな崖、全然出てなかったのに。やった、もう着く。あそこだ、あそこ安全地帯。よかった、安全地帯到着です。帰れる。やべえ、本当にクレパスはビビりましたね。帰れなくなるかと思った。飛行場に着いた。